小川清は大日本帝国海軍軍人。1922年に群馬県高崎市で生まれる。現、群馬県立高崎高等学校を経て1942年秋に早稲田大学政経学部へ進学するが、大日本帝国海軍に憧れて1943年12月10日に横須賀第2海兵団に海軍2等水兵として入団する。1944年2月1日に海軍予備学生となり、土浦海軍航空隊に入団すると、学問や飛行訓練などで頭角を現し、同年5月25日に基礎協定を終了。同日付で、谷田部海軍航空隊に配属された。谷田部航空隊でも練習機を用いて飛行訓練を行い、同年9月28日に終了。同日付で上野池海軍航空隊に入隊した。1944年12月25日に大日本帝国海軍から海軍少尉を拝命し、1945年4月1日から谷田部海軍航空隊付となる。1945年5月5日に第721航空隊の第306飛行隊に配属されると、5月11日に菊水作戦が発令された。小川は神風特別攻撃隊第7昭和隊として鹿屋基地を午前6時40分に離陸。同日午前10時9分、南西諸島沖東方 122km において、割れ突入スとの無線の後、遊軍機に続いて、アメリカ空母バンカーヒルの飛行甲板に 500kg 爆弾を10日後、艦橋と甲板との境あたりに突入し、戦死。享年22。バンカーヒルは大破、炎上、死者396名、負傷者264名を出した。小川は2階級特進によって、海軍大尉となり、正七位、勲五等功3級の金糸勲章を受けた。特攻を受けて炎上するバンカーヒル。ありがとうございます。